この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんにちは、チェフタマです。暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。さて、後半戦リーグ戦がいよいよ再開されました。我らがジェフ、後半どのような試合を見せてくれるのか本当に楽しみです。後半も私と一緒に応援していきましょう。さあ、今月も番組進めてくださるのは志賀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。志賀さん、蘇我駅が生まれ変わったんですよね。はい、そうですね。黄色くね、変わったのをご存知の方いらっしゃると思うんですが、エンブレムですとかね、あと選手の集合写真等々ですね、黄色く染まった蘇我駅ご利用になっている方いると思うんですね、うん、ぜひ記念写真を撮ったり、試合前のね、応援の気持ちをこう高めるために、そう、もうあれが迎えてくれるだけで、はい、こうよし行くぞっていう気持ちになりますからね。そうですね、ちょっと見ていただければと思います。はい、さあ、今月のジェフタマですが、まずはゲストコーナーからスタートです。再開前にこのお二人にお話を伺ってきました。今月のゲストコーナーです。今月は中島浩二選手と斉藤大輔選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中島選手は山岸選手と前回出ていただいて2回目ということで、斉藤選手は羽生選手と出ていただいて、その時に筋肉話で盛り上がってありましたね。ありましたね、はい、だから今日はこのお二方にお話を聞いていきます。さて、まずなんですが、オフの過ごし方からお伺いしたいんですけれども、斉藤選手と一緒にじゃないけど、うん、沖縄に行って、はい、それでいろいろ、あ、家族でですか。はい、家族で行って、斉藤選手のとこも家族で行ってて、ほう、で、まあ、違うホテルだったんですけど、はい、まあ、斉藤選手のところのホテルがお風呂あったんで、そこのホテルに泊まってるかのようにそこ入りに行った泊まってないのにたまたま1日違いで、はいはいはい、で、ずっとずっと一緒だったんで、へー、向こうで一緒に飯食ったりとか、ほう、家族ぐるみのお付き合いで、はい、飯食ったり、うん、飯食ったり飯食ったりあと風呂入ったり、風呂入ったり飯食ったり飯食った基本的に行動は別々で、たまにご飯一緒に食べたりとかだけ、はいはいはい、うちの子供が第三地の子供いじめるんでめっちゃ強い子供が。男の子と女の子ですもんね。で、沖縄から帰られてからは自主トレですか。斉藤さんはかなり自主トレに毎日いらして、グラウンドが使えない時にもいらしてたという噂を聞いたんですけれどここに来るとなんかやった気分になれるから、それでとりあえず来てました。来るだけ来て満足してました中島選手は。俺はもうその真逆で、真逆で、実家に帰ってました。あ、沖縄から帰ってきて帰ってきて、うん、奥さんの実家の方に。あ、そうなんですか。はい、それでまあ仙台キャンプ、はい、奥さんの方が、うん、仙台だったんで、それでまあその後キャンプも仙台だからって言って、はい、子供とかはまあ置いてきたんですけど。あ、そうなんですか。その仙台キャンプということで、一緒のお部屋だったということで伺ったんですが、今回1回練習ということもあって、かなりご一緒に2人で過ごす時間が長かったんじゃないかと思うんですけれども、松島だけに結構風景を見ながら、ホテルの窓から。そうですね、ホテルの窓から、まあここがもう松島の風景みたいな。めちゃめちゃ綺麗でしたよ。いいとこですね。うん、まあ時間空いた時間とかにちょっと俺がちょっとまあ知ってるから。あ、そうですよね。一緒にお散歩したりしてて、うん、そうですね、俳句作ったりそれはそうですよね。本当ですか。いや本当に、いやもうね、だから所々にあるんですよ、書いてある、俳句がいっぱいあったのを見て、もうその風情に浸って、ああいいなって思いながら、5歳は年を取りましたね。抹茶飲みながら景色見てたらめっちゃ老けますよ本当。で、一句は一句はじゃあ次回までの、次回までの、わかりました。じゃあプレゼントの時のキーワードを、ね、使います。
で今前半が終わって14位ということでいよいよ後半戦が始まりますけれども、後半のこれからのこう上位への浮上の鍵っていうのはどこにあるとそれぞれ思われますか。中島選手からお願いします。まあ前半戦ではやっぱり先制点とか取る前にやっぱり自分たち先に失点してしまって自分たちの形とかいろいろ崩して、まあ、取りに行ったりすることが多かったので、まあ、最初のゲームの入り方とかそういうのを気をつけてやっていければいいんではないかと思います。斉藤選手は、まあ、再開後っていうのはもう8月の非常に暑い湿気の多い、まあ、お互いが非常に戦い上で、まあ、体力的にも環境的にも非常に難しい試合になると思うし、本当にそういう中で、まあ、本当に一瞬の、まあ、ミスであったり気の緩みとかで点入っちゃったりとか試合決まっちゃったりするので、まあ、本当に90分本当に集中して戦って、まあ、夏の戦い方というかうまく、まあ、がむしゃらに走るだけじゃなくて賢くやっていく必要がまずあるかなというふうには考えています。では最後にカメラに向かってですねお一方ずつサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。中島選手、セミの声この後で、この後です、この後です。まあこれからそうですね、ナイターが続いて、まあビールも美味しい季節なんで、まあ楽しみにスタジアムにたくさん足を運んでもらえれば、まあ自分たちの力になるんで、まあたくさん友達誘って。スタジアムに足を運んでほしいと思います。では斉藤選手お願いします。前半戦なかなか、いい結果が出れなかったんですけど、後半戦ホームでもきっちり勝って頑張りますので、抹茶の美味しい季節なんでぜひお友達と一緒にスタジアムに来て応援してください。よろしくお願いします。では最後に今日から始まりました、今日だけかもしれませんプレゼントキーワード575でいきます。大丈夫ですか。7っすよね。早いよ、ちょっと早いですよ、自分決まってるから。最後締めなあかんねんね、こっちかなでさあお楽しみのプレゼントのキーワードの発表です。575のまずは5、夏休み、575の7、家族揃って、575の5、福ありえ。おー、綺麗、すごい感動。皆さんからプレゼントの応募はがきには夏休み、家族揃って、福ありえをキーワードにして送ってください。お待ちしてます。若干噛みましたよね今流してください。ありがとうございました。ありがとうございます。あのプレゼントキーワードの俳句なんですけども、はい、結構長い間考えてましたよね。そうですね、10分15分ね、あでも5でも泣いてましたねやっと考えてようやくまとまりました。後ほどもう一度ご紹介します。さあコマーシャルの後ですが、チコの質問を届けたいです。皆さんからお寄せていただいた質問を持って私が今月の誕生日選手に直撃してきました。